っちからも言うとってください。ウサギしかいない島は昔の地図には載ってない。軍隊が作った今は廃墟となった建物で、毒ガス兵器を作ってたという。実験のために運ばれた積み寄せを忘れた人、当然のように墓のない丘に埋葬された。今ではクローバーが泣かない、ウサギは今も祈り続ける。 Yeah, クローバーフィール、クローゼンフィール、クローバーフィール、 Yeah, クローバーフィール、クローゼンフィール、クローバーフィール、 Yeah。想定外の大きな波で崩壊した建屋、絶対安全という嘘の神話のメルトだ。放射能に汚染された土と海へ、被爆しないために無理やり移り住む罪なき人、いつまでフローゼン、泣かないウサギは今も祈り続ける、yeah、クローバーフィール、クローゼンフィール、クローバーフィール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 、yeah、10月1日に発売になりました、CD の宣伝コーナーに移りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございますね、こちらになります、今年50歳になりましたので記念してですね、50という CD を作らさせていただきました、ね、カラー版になっております。そうですね、これがですね5曲入りでですね、500円で販売しておりましてですね、これをですね、ドゥルドゥルドゥルっとしますので、ね、完全にこれあの青い紙ですね、コピーしただけの、喧嘩版になっておりましてですね、これがですね、1曲50円で ×5 で250円になっております、よかったら